お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。時間通りだと思ったけど待たせちゃったみたいね。あんたが待ち合わせで私より早く来るなんて初めてじゃない？紳士としていい心がけよ。それで私に何か用なの？焼きそばパンなわけ？私の誕生日だから。誕生日プレゼントが焼きそばパンってあんたらしいわ。え、これあんたの手作りなの？私のために作ってくれたんだね。え、今食べてもいいかしら？美味しいわ。一生忘れられない味になりそう。ありがとね。お祝い、みんなでお茶会の準備をしてる。ふーん、なかなか気が利くじゃない。だったら早く行きましょう。時は金なりよ。じゃああんたにはエスコートをお願いしようかしら。よろしくね、素敵な紳士様。